ートって何ですかね。何だろうな。考えてみたことはまずないですよね。まあ僕デザインをやってたでしょ昔。その時はね、あくまでも、お仕事だったと思うわけ。デザインっていうお仕事だった。だからアートになると、アートがお仕事じゃないんですよ。絵描いたからって言って収入があるわけじゃないですよね。そうすると何なんだろうなと思って、生活かなと思ったり、生活でもない、なんだかよく分かんないんだけども、そうすると生き方かなっていうことになっちゃいますよね。大げさに言うと人生とか、まあ結局生き方が反映、するわけですよね。だから生き方が絵にも反映するし、絵も生き方に反映するっていうことを考えるとね、生活と絵を描くことが僕の中では分離されてんじゃなくて一つになっちゃってるっていう気がするんです。だから絵を描くことは生活でもいいんです。だけど英語的に言えばライフだから、やっぱり人生かなっていう気がしますね。はい、以上です。